山梨県のスーパーなどが東京電力の一方的な値上げは独占禁止法の優越的地位の乱用にあたるとして公正取引委員会に申告しました公正取引委員会を訪れたのは山梨県内のスーパーやクリーニング店など25社と8つの消費者団体の代表らです代表らによりますと電気料金が値上げされるとスーパーであれば利益の40%が失われる上 商品への値上げも余儀なくされるとしています。また、隣の長野県や静岡県など、値上げを表明していない中部電力の管轄する地域の店に客を奪われ、公正な競争が阻害されると主張しています。1社しか引けないというのが現状であって、これがやはり値上げ結びついていくと、USC の内容じゃないかと。 公正取引委員会は真剣に審議して回答すると述べたということです。